行こう。いや行く、行こう。にゃんちゃんのおトイレ山盛り。寒くなったっすね。よいしょ。寒いね。ああ、なんか猫のうんこって。もう中学生たちが行きますね。寒いね。今日めちゃくちゃ寒いね。冬だねこれ。はいはい、明るく元気に気持ちよく。気をつけてね、車来たよ、車来たよ。おはようございます。いらっしゃいませ。おー、寒い。おはようございます。いらっしゃいませ。おはようございます。いらっしゃいませ。おお。鹿島様が今日も綺麗だぜ。おはようございます。いってらっしゃいませ。良い一日を。明るく元気に気持ちよく。鹿島様が今日も最高です。イエイ。おはようございます。いってらっしゃいませ。良い一日を。おはようございます。いってらっしゃいませ。良い一日を。おお、車来た、車来た。おはようございます。どうぞ。おはようございます。いってらっしゃいませ。良い一日を。未来君おいで、未来君おいで。今日も最高の一日が始まりました。自分を最後に持っていくことが一番運を引き寄せることです。
最高の一日が始まりました。朝目が覚めただけで、この世に生まれただけで最高なんですよ。もうそれ以上ないんです。それ以上でもそれ以下でもないんです。この世に生まれたこと、今日目が覚めたこと、それだけにただひたすら感謝する。おーいえーい、サミーぜベイベー、サミーの生きてる証だぜ。へえ、おーおー、サミー、わー、俺もあー、千鳥帽子好きなんす。今日はこんな感じです。えい、今日も地味だぜ。あー、地味で地味で、あらいー、たまえ、清め、たまえ、守り、たまえ、幸へ、たまえ、あらいー、たまえ、清め、たまえ、守り、たまえ、幸へ、たまえ。今日は40年4月4日生まれの日です。雨の日、中の様、お助けいただきました。ありがとうございます。よっしゃ。いやー、寒いわ、これ。寒いっすよ。ねえ、未来くん、おすごいね、今のターン。未来くん、お今のスキップ。未来くん、すごいね、やっぱりワンちゃんは運動神経が。うん。その、バカっぽさがいいとか、小さい失礼なこと言ってんだよね。未来くん、頭いいのに。ターンすごいね、ターン。NBA 選手みたいなターン。ただね、あのワンちゃんとか猫ちゃんね、あの俺も犬とか猫じゃなくて本当に良かったなと思うのはね、おはようございます、いってらっしゃいませ、良い一日を。おはようございます。寒いっすね今日は。あー、むちゃくちゃ寒いっすね。はい、心あったかくいきましょう。明るく元気に気持ちよく。おはようございます、いってらっしゃいませ、良い一日を。笑顔に勝る試金石なし。熱く生きようぜ、突き抜ける痛みは生きてる証。おはようございます、いってらっしゃいませ、良い一日を。笑顔最強。あ、笑顔最高だね、いってらっしゃい。帰ってお薬飲みましょう。あ、おはようございます、いってらっしゃいませ。すごいな、半袖半ズボンで強いな。いやー、若さには勝てねえわ。いや、俺犬や猫じゃなくてよかったと思うな、これ。ずっとケツの穴見せっぱなしなの嫌なんだよな。これ恥ずかしくねえのかな。人間だともう恥ずべき声はケツの穴見せるって歩くっていうのは、人にもう後ろから来る人全員にケツの穴見られちゃうっていうのは、これアナル好きにはたまんねえだろうけど、俺みたいなタイプにはちょっと、お前俺にケツの穴見せながら歩くんじゃねえよ、お願いだから朝から。お前、俺毎日お前のケツの穴見ながら歩いてんだけど、どうにかなんねえのかよ。俺別にアナル好きじゃねえし。なあ未来くん、猫たちもそう、いつも俺にケツの穴見せちって、勘弁してほしいよ。朝から今日申し越されちゃったし、虎次郎に。
なんでやろ、こうして遊んでてやっちゃうんだよな。二日連チャンだぜ。トラ破産しちゃうよ。まあアップするまでこれまた時間かかるんだろうな。昨日も結構かかったもんな、この時間にアップして。いい模様だなこれ。天狗かこれ、それとも人差し指と親指。いやこれはなんだこれってね、鳥なんだこれ。かわいいね、かわいい。ターンいいね。バスケット選手だったら最高だな君は。ガードだね、ガード。よしよしよし、へい、へい、いいね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 、ミライク、イエイ、ミライク、ミライク、いやー、ミライク、ミライク。ミライク、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 ミライク。ミライク。ということで今日も一日、ああ怒らず恐れず悲しまずでいきましょう。これ昨日俺取り込むの忘れてたのか。今日もいいかな、今は細な、細なきゃ、くさ。そういうことで今日も怒らず恐れず悲しまず、明るく元気に気持ちよくいきましょう。くさ。